こんにちは。一級建築士インテリアコーディネーター宅建士の金黒です。速報でお伝えさせていただいていた、子育て世代や若い夫婦が省エネ性能の高い新築住宅を買う際に1戸当たり最大100万円を補助する新たな制度の概要が明らかになりました。今回の住宅支援制度は子ども未来住宅支援事業という名前で決まったようです。新しいこの補助金制度と今回の制度でちょっと気になったことをご紹介します。これから住宅を検討される子育て世代や若い夫婦の方にとってお役に立つ情報です。ぜひ最後までこの動画をご覧ください。またこのチャンネルでは住まいづくりにお役に立つ情報をこれからもバンバン配信していきますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。令和3年11月26日に閣議決定された令和3年度補正予算案に、子ども未来住宅支援事業が盛り込まれました。今回の措置は今後の国会で予算が成立することが前提となります。閣議決定された子ども未来住宅支援事業は、一定の省エネ性能を有する住宅の新築や一定の要件を満たすリフォームを行った場合、所定の補助金額が交付されます。補助対象事業のタイプは3つあり、1つ目は注文住宅の新築が対象で、所有者となる子育て世代、若者夫婦世帯が自ら居住することを目的に新たに発注する住宅の建築です。工事請負契約が結ばれない工事はこの制度の対象外になります。2つ目は新築分譲住宅の購入で、所有者となる子育て世代、若者夫婦世帯が自ら居住することを目的に購入する新築住宅の購入です。宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限られています。その購入は売買契約締結時において、完成、正確には完了検査済書の発行日から1年以内であり、人の居住のように供したことのないものになっています。入居していない建物でも1年を超えたものについては中古住宅ということになり、対象外になります。3つ目はリフォームで、所有者等が施工者に工事を発注して実施するリフォーム工事です。対象の所有者等とは、リフォーム住宅の法人を含む所有者で、居住者または管理組合、管理組合法人が対象になります。こちらも工事請負契約などが結ばれない工事は対象外になります。注文住宅の新築と新築分譲住宅の購入は、子育て世代、若者夫婦などを対象にしていますが、リフォームについては特に年齢などによる縛りはありません。リフォームは年齢に縛りはありませんが、子育て世代、若者夫婦などの方が実際は補助金の額は多くなります。私は55歳ですが、この制度を使って自宅の断熱のリフォームを検討しようと思っています。注文住宅の新築と新築分譲住宅の購入の対象になる子育て世代、若者夫婦世帯ですが、子育て世帯とは18歳未満の子を有する世帯で、若者夫婦世帯とは夫婦のいずれかが39歳以下の世帯が対象になっています。補助額についてですが、注文住宅の新築と新規分譲住宅の購入の場合、住宅の省エネ性能に応じて100万円、80万円、60万円の3つの補助額に分かれます。100万円の補助額は、ゼッチ、ニアリーゼッチ、ゼッチレディ、またはゼッチオリエンテッドが対象になります。80万円の補助額は、高い省エネ性能などを有する住宅で、認定長期優良住宅、認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅が対象になります。60万円の補助額は、一定の省エネ性能を有する住宅で、断熱等級4かつ一次エネ等級4以上を満たす住宅になります。また注文住宅の新築と新規分譲住宅の購入の場合、対象となる住宅は延べ面積が50平米以上になっています。よく都市部にある40平米台のマンションは対象外になるので注意が必要です。リフォームについては、
子育て世代または若者夫婦世代が既存住宅を購入しリフォームを行う場合は60万円、住宅購入が伴わないリフォームで子育て世代または若者夫婦世代がリフォーム工事をする場合は45万円、子育て世代または若者夫婦以外で安心 R 住宅を購入しリフォームする場合は45万円、住宅を購入しない場合のリフォームで子育て世代または若者夫婦世帯以外がリフォーム工事する場合は30万円となります。次に気になっていたこの制度の対象の期間についてご紹介します。まず注文住宅の新築の場合、工事請負契約が令和3年11月26日から令和4年10月31日までに変更契約を除く工事請負契約を締結したものが対象になります。申請時に工事が一定以上の出来高に達しているとともに、別途定める期間内に申請・完了報告が可能なものに限ります。また建築着工も期限があり、別途定める事業者登録を行った後、令和4年10月31日までに建築工事に着工するものが対象です。次に新規分譲住宅の購入ですが、売買契約が令和3年11月26日から令和4年10月31日までに売買契約を締結したものが対象です。ただし申請時に工事が一定以上の出来高に達しているとともに、別途定める期間内に申請・完了報告が可能なものに限ります。建築着工も期限があり、別途定める事業者登録を行った後、令和4年10月31日までに建築工事に着工するものが対象です。リフォームも工事請負契約が令和3年11月26日から令和4年10月31日までに変更契約を除く工事請負契約を締結したものが対象です。工事の実施も別途定める事業者登録を行った後に工事に着手し、令和4年10月31日までに工事が完了するものが対象になります。今回の制度の中でちょっと気がかりでトラブルになりそうなのが申請の時期です。申請は一定以上の工事の出来高が確認できる時点になっています。その申請時期は各申請タイプによって異なり、注文住宅の新築と新規分譲住宅の購入は補助額以上の工事が完了した後の申請で、リフォーム工事の場合は全ての工事の完了した後の申請になります。これは申請したのに期限内に工事が終わらず、結局この制度が利用できない人を防ぐためではないかと思われます。ただそのことにより工事が始まり、ある程度の工事が終わり、補助金を申請しようとした時点でもう予算が終わってしまっているケースが考えられます。今回は予算が542億円と前回のグリーン住宅ポイント制度の約半分の予算しかありません。最大100万円だと設置などが得意な大手ハウスメーカーの着工数だけでまあまあ終わってしまう可能性があります。100万円の申請が多いとこの補助金で使えるのが6万戸程度と結構少ない住宅の対象になり、近年1年間で70万戸から80万戸程度建築されているので、その70万戸から80万戸程度のうち約6万戸程度が対象だと、すぐこの補助金の予算が終わってしまう可能性があります。前回のグリーン住宅ポイント制度で一番多い申請が30万円程度のが一番多かったので、今回の補助額は結構大きい分だけすぐ予算が足して終わってしまう可能性があります。さらに申請の時期が一定以上の工事の出来高が確認できる時点になってからということになっているので、工事を着工して予算がどの程度まだあるのか心配しながら着工することになります。場合によっては補助金を見越していながら申請時点で補助金が終了している可能性もあります。今回は子ども未来住宅支援事業の発表された内容をご紹介しました。令和3年12月中旬にさらに詳しい情報が発表されそうですので、分かり次第またこの YouTube チャンネルでご紹介していきます。ぜひチャンネル登録や Twitter のフォローもよろしくお願いします。それでは。